お菓子具合を変え、だいぶなんかヌルヌルしてる気がする。あ、すごい、これこれ赤枠の中に白いゆうとびさんがね。こんにちは、フォトグラファーのウォローノンです。本日はなんとソニーさんの新しいカメラ ZV-1、 この前ね、先日発表されたばかりのカメラをいち早く使わせていただく体験会に来ました。私はいつもフォトグラファーとして静止画ですね、スチールがメインなんですけども、まあ、ちょっと YouTube で Vlog とかを上げていて、まあ、動画も少し撮るみたいなスタンスなんですけど、そんなフォトグラファーもろの目線で ZV-1 についての感想を紹介していきたいと思います。でソニーの Vlog カムは ZV-1 をこちらの動画で過去に使ったことがあったんですけど、個人的には結構、まあ、Vlog カムとはいえ手ブレ補正があんまり普段動画を撮らない人からすると結構手ぶれが気になって、あんまりちょっと YouTube の作品として使うには個人的には私の当時のレベル感では微妙だったんですよね。ただ今回私が今まであんまり Vlog カムはチェックしなかったんですけども、なぜこの ZV-1 をチェックしに来たのかというと、今回まずねフルサイズセンサーが搭載されたということで、世界最小最軽量の交換式 Vlog カムということでね、普段私ソニーの α7-4 や 7C を使ってるんですけど、そのレンズをそのままねこっちでも使えるっていうところがやっぱいいなと思って、まず気になりました。あと先ほどお話した手ブレ補正ですね。手ブレ補正が今までソニーだとアクティブ手ブレ補正っていうのがまあ一番上だったんですけど、そこにさらに上にダイナミックアクティブ手ブレ補正っていうのがね追加されたみたいで、かなりねなんか従来のアクティブ手ブレ補正よりも 30% なんか手ブレ感が軽減されているらしく、まあ、ちょっと普段あんまりねこう動画を撮り慣れていない人でもいい感じに撮れるんじゃないかしらというので、ちょっと気になって使っていきたいと思います。じゃあね、まずちょっとさらっと製品概要をおさらいしていきたいんですが、でまず従来の Vlog ZV-E10 と比べて今回センサーサイズが 35mm フルサイズになったということで、より高画質高解像で滑らかなボケがねフルサイズセンサーなので実現することができました。まあ、基本的にこのカメラなんですけど、まあ、Vlog カムと歌っているようにもう本当に動画基本的には Vlog に特化した操作性となっているんですよね。まあ、これがまあいいって思う人もいるし、ちょっと物足りないっていう方ももしかしたらいるんじゃないかしら。個人的にはなんか今まであんまり動画を撮ったことがなくて、でも Vlog とかちょっとおしゃれなシネマチックなモードにチャレンジしてみたいっていう人には、なんかこうパッと見でなんかこう直感的に操作できるこの UI は素晴らしく使いやすいんじゃないかなと思いました。ただ今もうすでに α7S3 とか FX3 を使ってるような結構ハイレベルなね方には、もしかしたらこのカスタマイズボタンとかが少なくって若干の物足りなさを感じる方もいるかなと思います。ただ今回ねやっぱりこのアップグレードした点としては、これここでここの左上でもう動画回せちゃうんだ、いいですね。でここが商品レビュー用設定なので、なんかパッてこう何か手元に持った製品とかにピント合わせられるやつですね。でこれが私今 α7-4 と C を使ってるんですけど、まだこれなくって、こちらの動画で紹介した α7-R4 から搭載されたリアルタイム認識オートフォーカスですね。列車や昆虫飛行機とかも対応して、人物もねリアルタイムで推定して被写体のオートフォーカスを検出してくるらしいです。スタンダードアクティブっていうのがあって、でかつそこに新しく出てきたのがダイナミックアクティブっていうモードになっていて、このダイナミックアクティブが、まあ、より手ブレ補正を効かせてくれるモードになっています。私が一番気になっていた手ブレ補正機能をねチェックしていきたいと思います。今これ手ブレ補正機能がオフです。次にスタンダードです。スタンダードで今撮っています。でアクティブモードですね。アクティブモードは今までのカメラ α7-4 とかでも入っている手ブレ補正です。で最後がダイナミック手ブレ補正。あ、すごい、今ダイナミック手ブレ補正なんですけど、なんかやっぱ若干補正でクロップされるからちょっとこう距離が近くなったとはいえ、だいぶ
だいぶなんかヌルヌルしてる気がする。あ、すごいこれ。ここのオートフレーミング設定っていうのをオンにすると動く被写体を追従してくるらしいです。ちょっとあそこに野生のユートビがいるので今これ赤枠の中に白いユートビさんがねこう動いているんですけれども、はい、ここの白いところがトリミングされて中に保存されているみたいです。あ、すごい、ちゃんと動いているありがとうございます。で、今2人の場合のちょっとフレーミング、オートフレーミングやっています。まずはじゃあゆうとび先生じゃなくてちょっと美しいねモデルさんの方に、はい、はい、ちょっと今ゆうとびさんは今トリミングされてるはずですね。ちょっと2人こうクロスするとどうなるんだろう。あすごい、あ、ちょっとゆうとびさんが出てきた。あで次にゆうとびさんをタップすると、あ、すごい、ちゃんとゆうとびさんにフォーカスしましたね。そこにちょっと入り込んでいただくと、おお、あ、すごい、でもちゃんと軸はねゆうとびさんになっている。なるほど、多分こうすることでなんかよりインタビュー動画とかの編集がなんかすごい楽になりそうですね。結構シネマチック Vlog を撮るときに上下にクロップを入れる編集あると思うんですが、それをもうここのボタンで簡単にね実装させるという素晴らしい機能が追加されました。シネマチックで撮りたいっていう方はもうこれで撮っちゃえば一手間減るのですごい嬉しいですね。今これ私使ってたらなんか今発覚したんですけど、なんかこのメニューボタンとかこうこのなんか内側外側でボタンが消せるみたいで、なんかいわゆるなんか音声レベルとか基本設定はこの上下でねこの設定が出てくるみたいです。これ面白いですね。ありそうでなかった仕様。はい、そしてこの ZV-E1 で面白いなって思った機能がこのマイクですね。マイク、カメラについているマイクが指向性で方向を選ぶことができるみたいです。今これがオート、マイクの指向性がオートになってます。ちょっとこれ音声どんな感じかしら。今私がこのカメラの目の前にいて、割とねちょっとあのスタジオで他の方も軽く喋ってるみたいな状態なんですけど、どんな感じだろう。じゃあこれを今度前方にしてみました。前方にしてみました。ちなみにちょっと後方あっち側で今ゆうとびさんがねちょっとあの YouTube でおしゃべりしているんですけれどもどうかしら、この私の声がゆうとび先生に負けてないかしら、はい、今ゆうとびさんの方にちょっと音声を、なるほどなるほど、しゃべってみてください。やっぱね実質無料だと思います皆さん、はい、今までのねもろもろさんのねあの説明を聞いた結果ね、音声をねちょっと向けてるんだけど、あ、みんなよかったよかった、っていうことはね、ちょっと私の方に向けようかな。はい、じゃあちょっとゆうとびさんしゃべってみて、これでね、今今度私の方に音声を向けてるんだけど、どうかしら声量で負けてる気がするはい、でねちょっといろいろボタン触っていこうかなって思います。このボタンが背景のくっきり具合、ぼかし具合を変える。あ、すごい、これ背景をくっきりにすると、今背景のねなんか瓶とかが割と映るんだけど、ぼかすにするとあんまり、これ物理的な距離がないからぼけにくいはずなのに、割としっかり、割とっていうかめっちゃしっかりぼけてますね。あ、そして明るくとか暗くとかもかなり直感的に動かせる。普通だったらこれカメラの、ま、露出っていう概念とかを考えて露出補正とか明るさとか変えなきゃいけないんだけど、これなんかスマートフォンみたいに直感的に変えられるの面白いね。個人的に嬉しいのがこの美肌モードですよね。 Vlog カムといえばちょっとこのやっぱね少しでもこう漏れる設定にしておきたい。美肌モードがオフだとこんな感じです。で、美肌モードが3段階あるんですけど、ロー、ミディアム、ハイで、これが今ハイです。いや、めちゃくちゃいい感じに漏れてるハイだとさすがにねちょっとトゥルッとしすぎてる気がするので今ミディアムにしました。今回 ZV-E1 を先行でねもう忖度なくいろいろちょっと触らせていただいたんですが、どんな人におすすめかというと、詳しくないしなんかなんだか難しそうだけど動画チャレンジしてみたいなっていう
結構ライトにこう始めてみたい人にすごいおすすめの1台だなって思いました。とはいえやっぱさらに上のシネマラインで FX3 とかソニーの α7S3 とかね、やっぱよりこのカスタムボタンとか設定ができるカメラは別であるんですけど、α S3 が確かねボディだけで56万円とか今するんですよね。で今回この ZV-E1 が33万円、ボディで33万円、まあ、これをね、まあ、高いと思う方もすごいいると思うし、私自身高いなって思ったんですけど、でもやっぱりこの最先端の最新のオートフォーカス機能や他のカメラにはまだ搭載されてないダイナミックアクティブテブル補正が搭載されて、フルサイズで E マウントのレンズも使えるっていうのを考えると、いやめちゃくちゃいいなって思いました。私は正直スチール静止画の写真がメインのフォトグラファーなので、今メイン機として α7-4 とサブ機として 7C を使っているんですが、なんかサブ機で写真をメインにしつつサブで動画も撮りたいっていう方に ZV-E1 はおすすめって思いました。もう私みたいなね、なんかあんまりこうもうログ撮影とかなんかもうカスタムボタンの設定とかもうなんかあんまりよくわかんないけど、とにかくおしゃれに手軽に撮りたいですっていう方にハマりそうな一台です。でちなみに私がこのカメラを買うなら何のレンズを使うかなってちょっと考えたんですけど、私だったらこちらの動画で紹介した 2070F4G レンズ、これは1本のレンズとしていいなと思いました。理由はやっぱ先ほどのダイナミックアクティブ手ブレ補正だとすごいいいんですけど、やっぱちょっとこうクロップされちゃうんですよね。なのでそこを 20mm っていう超広角のレンズがあればそこのねクロップされちゃうところをこう補って少しでも広角で取り込めるので、こちらのレンズおすすめです。まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。あとはなんかよりこうズームレンズじゃなくて単焦点レンズでダイナミックに美しく撮りたいよっていう方は、私も動画を撮るときにも使っている 24mmF1.4 の GM レンズとか、もうちょっと人物のバストアップとかをおしゃれに撮ることが多い人だったら 35mmF1.4GM レンズ、こちらの動画でもね紹介してます。このレンズとかもいいなって思いました。あと超広角手持ちで結構 Vlog チックに撮りたいという方は 20mmF1.8 の G レンズとかですかね。はい、ということで弾丸ではありましたが ZV-E1 をレビューしてみました。ちょっと実際に触ったらめちゃくちゃ欲しくなっちゃった。あ、なんかね褒めてばっかじゃちょっとあれなので、まあちょっとだけは強いてなんかちょっとこうここがみたいなところを言うとしたら、強いてあげるならくらいなんですけど、ファインダーがないことですかね。こう明るい屋外とかだと反射してモニターがこう飛んじゃう、ちょっと見にくい時があるんですけど、そういう時にやっぱねファインダーを覗く方が多いんじゃないかなって思います。ただ私はめったにも基本的にモニターでいつも撮影してファインダー全く覗かないんですよ。本当に全く覗かなくって、っていう意味では、まあ、そこがむしろもうファインダー取っちゃってコンパクト軽量になってるんだったらいいなって思いました。で、まあ、あと C っていうなら SD カードが1個しか入らないとこですかね。でもまあその分コンパクト軽量になってるんだったらなんかそんなに気にならないかな。ちなみにこのカメラこちらのねウィンドスクリーンもついてきます。今これはホワイトめっちゃ可愛いな。ホワイト可愛い、なんかブラックのイメージだったけどホワイトもめっちゃいいですね。ということで最後締めだけ撮れてなかったので音声で失礼します。サムネイルを撮っているものなんです。今回 ZV-E1 を使ってみてめちゃくちゃ良かったですね。やっぱ気になっていたダイナミックアクティブ手ブレ補正がすごい優秀でした。私は動画 Vlog ですねを撮るときによく GoPro を使うんですけど、やっぱ GoPro ってもちろん手ブレはめっちゃいいんですけど、やっぱ背景がボケないので動画の質や後ろに人がいっぱいいる時にボケないとモザイクとかがねちょっと大変っていうデメリットがあるんですが、こちらの ZV-E1 のダイナミックアクティブ手ブレ補正がめちゃくちゃ優秀だったので街歩きとかも撮りたいなって思いました。あとは思いのほか指向性のマイクがめっちゃ良かったですね。結構やっぱ動画撮る時って前方向とか後ろ方向両方からカメラを持ち替えて喋ることが多いんですが、選べるのはわざわざピンマイクとかワイヤレスマイクをつけなくても使えるのはめちゃくちゃ嬉しいポイントです。
結構私は今 7C を動画のサブ機とかで使うことが多かったんですけど、ちょっとこれは動画をいっぱい撮るときにサブ機で持っていくのありだな。皆さんは買いますか？ぜひコメントで感想を教えてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、チャンネル通知、コメントお気軽にお待ちしています。では次の動画でまた会いましょう。モロンノンでした。